皆さんいかがお過ごしでしょうか。福岡市がお送りする心のオルゴールの時間です。今日は私、フリーライターの門岡信彦がお届けします。自分は一体何者なのか、あなたはそんなこと考えたことありますか。誰もそんなこと改めて考えないし、考える方が変かもしれません。僕だって考えてなかった。それがうーんと首をかしげるようになったのは、自分がいわゆる差別部落の出身だと自覚した時からです。小学校6年生の時でした。担任の先生が授業で江戸時代の身分制度を説明した後に、僕が住んでいる地名を挙げて、この近くにも部落があるんだよと言ったのです。僕はかわいそうと大声を上げました。それくらい無自覚で無邪気でした。そこに住んでいるからといって特別な差別を受けたわけでもなく、いじめられるわけでも、コンプレックスを持つこともなく育ってきたからでしょう。ともかく童話問題は僕にとってよくわからない、なんだか不可解なものでした。こんな話を聞きました。僕と同じ地区出身の同級生が部落出身ということで、付き合っていた彼女の親から結婚を反対され、無理心中していたというのです。同級生の彼とは中学卒業後は出会うことはなかったのですが、何の手助けもできなかったことに悔しさを感じています。子供時代には分からなかった部落差別が大人になって分かるようになりました。部落差別をなくすために、当事者や行政、教育関係者がさまざまな取り組みを進めてきました。その結果、差別は以前に比べて随分減ってきたなと感じています。でも被差別部落がなくなったのかというと、そうではありません。童話対策事業によって建設された施設や住宅をなくしたところで、そう簡単に歴史は塗り替えられないし、人の記憶を消しゴムで消すこともできません。この国にかつてあった差別、そして今もある差別、その歴史と現実を学び、険しい道を先人たちがどう乗り越えてきたのか、高い壁をどうやって切り崩してきたのか、それをしっかりと次の世代に語り継いでいくことは大事なことだと僕は思います。同じ過ちを繰り返さないために、過去に学び、未来の子どもたちにバトンをしっかりと渡していくことが大切だと思います。それは負の遺産なんかじゃない、未来に向けた僕たちからのメッセージです。心のオルゴール、福岡市がお送りしました。